たまたま。えぐい。俺さっき新宿でアインシュタインのライブ見た帰り。なあ。えぐい。通ったら路上で。たまたま。えぐい。これは。嘘偶然やん、見とこ、見とこ、すごいな、びっくりしてんけど、これすごい、こんなことある、え、リアルすぎんだけど、ビビってるやばい、やばいね、なんか普通にめちゃくちゃ歌うのにめちゃくちゃさっきもザードだ、ガチやばない、終わった瞬間すぐ吐けながら、終わった瞬間すぐ吐けました、人集まっちゃうんだ多分、すごいすごい、足行く、すごいすごすぎる、行く、すごい、乱入してこいか、乱入してこい、こんなことあるわけ、めっちゃうまいな、乱入するほんまに？何をしていいんか分からんけど、いや俺も分からん、ここ怒られへん、いや分からん、分からん、やばない、これでも今何入しちゃう、やばない、大丈夫、でももう取られてるもん、ね、すごすぎるな、嬉しいね、ちょっと近く近く行くから大丈夫1曲だけ。
きに相談します。いいね。そんなことある？めちゃくちゃ見てる。すごすごある。こんなことある？てか普通に雄大がこんな感じで歌うのがやばい。
ちょっとやばいな。やばいな。てかよう歌ったな。やばい。いやてかこのマスク、うん、猛烈に歌いにくい。歌いにくい。このめっちゃ分厚くて息できひん。でも、うん、路上ライブするとなんて思ってなかった、うん、しこれちょっと今緊急で動画回したから、ね、これ多分載せさせてもらいますけど、うん、どう考えてもやらせてもないし。いやそうやね。今日ねアインシュタインさんのワンマン単独ライブにルミネに来てて、うんね、でそのルミネ帰りにここの道通ったら、うん、ウォーキングジュー歌ってあったっていうもう本当に偶然、本当に偶然。でもめちゃめちゃ上手で、めっちゃ上手かったね。本当にびっくりした。すごいなこれ、うん、これはすごい。えでもさほんまにさガチで、あ雄大もあっこでやってたわけやんか。ああそうだね。えめっちゃなんかこう懐かしい感じ。いやもうなんかすごい素敵でしたよ、ね、素敵ですね。もうこれなんか携帯で即席で撮ってるからちょっと手ぶれも俺結構あるかもしれんけど、うまく撮れてるか分からんけど、うん、いやでもちょっとなんか思い出しました ね。いやでもよかったね。でもほんまにその、うん、なんかこんなん言うのもめっちゃあれやけど、うんなんなもちろんみんな頑張ってはる、俺らも頑張ってるから、うん、あれなんやけど、うん、なんかこうもしめちゃめちゃ下手くそな人やったらちょっとなんか入りづらい、まあね、めちゃめちゃ上手やったから。うまかった。お世辞抜きでだから、うん、すごい嬉しいしですよね。そうだよね。まあちょっと帰ります。帰りましょう。帰ります。もうこれ別なの企画でもなんでもないから、ただ急に回しただけですから、ね、回しだけやから。だからあれですけど、うん、ちょっとすごい場所に出くわしてしまったというか。いや本当です。ちょっとあの人生でこんなこと一回起こるのか起こらないかみたいな感じです、うん、はい、ということでちょっとありがとうございました。ありがとうございました。